はい、皆さんこんにちは、ワダルグルフィッシュです。今回はプレイステーションの機動戦士ガンダム逆襲のシャア編の続きをプレイしていきたいと思います。では早速ステージ3に入っていきましょう。私の艦隊はスイートウォーターにとどまっていた。大佐、フィフスの水力に使う核は連邦政府からうまく入手できそうです。のんきな連中だ。自分たちさえ助かればそれでいいのだからな。今頃ラサでは引っ越しの準備に大わらわでしょう。アムロ、私はアコリなことをやっている。君との決着をつけるために。本物だ、シャアか。アーバーワクーデの最終決戦。私はサイコミンを搭載したジオングで出ることとなった。大佐、エスフィールド上に新たな敵艦隊が発見されました。第34モビルスーツ隊とともにこれを撃滅してください。前回はララーのエルメスのビットの支援を受けながらシャアゲルブグでガンダムを家に行ってきたんですけど、今回ジオングになってどうかだな。そもそもジオングに格闘があるのかどうかも含めて、ちょっとまずはジオングの武装を確認していきましょうか。そうか、フィンガーライフルみたいな感じなのかな。なんか当たり安定はひどそうな感じがちょっとします、ね、であとは胸部のキャノン砲かな。であとは指から腕が伸びるタイプの最高の飛ばして戦っていきましょう。あとヘッドキャノンっていうのがありますね。切り替えるとヘッドキャノンで、タクトはパンチって出てるんで、まあサーベルを振ったりとかっていうことではなくて、まあ、単純にタクトを当てるか、こんな感じですね。こんな感じでタクトを当てる感じになりそうです。なのであんまり出番はなさそうだ。食らった。邪魔なジムがいるんですけど、ジムに弾を使いたくないので、もうジムは無視しましょう。当然、ガンダム相手に格闘を食らったり、バズーカーの連弾を食らったりするのは絶対に避けたいので、距離はね、常に取りたいと思います。
だいぶガンダムを一方的に攻撃することができていますので、次ライフルの弾が回復したら一気に決めましょう。回復した、これで決める。ライフル弾切れになる前に仕留めたい。決めきれなかった。ちょっともう一度回復するのを待ちましょう。弾切れの間はこのヘッドキャノン的なものを使って回復を待ちます。くわー、ジムの突進を受けてしまいましたね。よし、最後は腹部のメダル処方でしまいました。はい、では1年戦争時のガンダムとの最終決戦ジオングで、まあ完勝できたかなと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。